千代田区。千代田区は東京都の特別区の一つ。人口約6万3千人。1947年、昭和22年3月15日に、麹町区と神田区とが合併して誕生した。東京の都心を構成する区の一つで、東京を23区のほぼ中央に位置する。区の中央に皇居があり、区全体の約15%を皇居の緑地が占める。 区域は江戸城の外堀の内側部分とほぼ一致しており、外角を含めた城市にあたる場所である。西部は武蔵野大地の東端にあたる麹町台や駿河大といった大地で、東部は中石平野である。北部に神田川が東に向かって流れ、日本橋川が三崎橋付近から分かれて流れている。千代田区は徳川幕府の本拠地として、 政治の中心となり、明治維新後も新政府が、大名や式跡に、官庁街を開設して、首都機能を置いて、東京の中心地としており、日本の政治の中心が引き続き置かれることになった。古来より、荒川や棘川、現在の琴根川が、かつての水路、多摩川の川口部に近く、日比谷入江があったことから、海と川を利用した水運の根拠地となり、関東地方における、 流通の中心地としての機能を果たしていたと言われている江戸港も当地区にあった。江戸時代には堀割沿いに菓子と呼ばれる流通基地が整備され、現在の中央通りにあたる通り町筋には伊勢屋の屋号を名乗る伊勢商人などの神型の商業資本が多く進出しており、豚屋機能の集積が進んだ。神田地区は江戸時代から幕府雇用の儒学者が集まった、 小平校があり、民間の学者も多く住んで私塾が多数あった、学問の盛んな地であったが、近代以降も私立大学が多数立地して、学問の盛んな文竹となっている。こうした学問の盛んな伝統の影響もあり、神田の一角にある神保町には、書店街が形成され、出版社も多く立地している。 江戸時代の神田川の付け替えで分離されて、江戸城の川を挟む形となった、神田の北部は、外神田と呼ばれるようになった。江戸時代に火災の炎症を防ぐため、約9千坪の広場が作られて、とうとう海の秋葉神社が誕生されたことから、この地区は秋葉原と呼ばれるようになり、第二次世界大戦に露天商が集積し、そこから電気部品を扱う店舗が集まる。 秋葉原田が発達した。明治以降、国会、首相官邸、中央省庁、最高裁判所などの三権をはじめとする日本の首都、機能、主要政党など国家権力の中枢が、千代田区に集中し、日本の立法、行政、司法の中心である。区内の長田町、霞ヶ関といった地名は、国会議員や官僚の代名詞である。 1891年、明治23年に、丸の内が三菱に払い下げられて、政府機関などに隣接するオフィス街が建設され、政府との間での人脈構築や、情報の収集しやすさから当地区に、大手企業の本社が多数立地するになり、経済面でも中心的な機能を果たすようになった。その結果、丸の内や大手町、日比谷は都市銀行、 メガバンクの本店や全国市の新聞社をはじめ、大手製造業や大手総合商社などの巨大企業の本社機能が集結しているほか、経団連や農協などの経済団体の本部も集結している。また、1981年、昭和56年3月1日には、防災行政無線が開局され、2001年、平成13年4月1日に、 防災行政無線放送等が更新される。以前は東京都庁が丸の内3丁目、現在の東京国際フォーラムの場所にあったが、1991年、平成3年に新宿区西新宿2丁目に移転している、都庁所在地としての表記は、現地移転後も東京。明治維新後に徳川将軍家が駿府、現在の静岡市に店舗になった際には、 遠くの北西部に居住していた旗本、ご家人が大量に失業状態になって、屋敷を引き払ったことなどが影響して人口が激減し、区北西部の旗本屋敷街は一気に無人状態に陥ることになった。旗本屋敷跡のうち、神田地区には一般市民などが移り住んだり学校が開設されるなどの形で民間の市街地となり、番町地区や麹町地区には、 明治政府の官僚などが移り住んだことから、高級住宅街となっていった。こうした新たな住民の流入により、人口が一旦回復し、1919年、大正9年の第一回国勢調査では、約2万人となっていた。しかし、関東大震災で大きな被害を受け、復興の過程で郊外の鉄道沿線に、住宅街が発達したことから住民が流出し、 再び人口が減少することになった。第二次世界大戦時には統制で、通常の書籍の出版がほとんど行われなくなり、丸の内などのオフィス街も、統制機関や軍需機関などによって、接収されるなどしたため、民間の活動はほぼ壊滅状態となった上、空襲で区内の民家の大半が消失したことから、旧間濁が21,506人。 旧高島地区が1万435人の合わせて3万1941人まで人口が減少した。1番町から6番町を総称して番町と呼ばれる千鳥が淵に隣接する地区は日本テレビの元本社や大使館などが立地しているオフィス街であると同時に高級住宅街にもなっている。2015年の国勢調査では 人口増加率23.9%を記録し、全国の市区町村で1位を記録した。当地は戦術の通り、明治以降に、館長街とオフィス街、文京地区が形成されたことから、大正時代に、すでに夜間人口と昼間人口の差が大きくなっていた。この傾向は、第二次世界大戦後に一番と加速し、昼間人口が約15倍から約20倍に上ると言われるようになった。 1980年代以降は、住民の比較的多かったカン地区は、不動産業者が用地買収を盛んに行って、再開発を行って、高層ビルなどを建設したことから、一部で高層の住宅も併設されたものの人口が急速に減し、この傾向がより強まっていった。しかし先日のような再開発や地下高等を伴う大都市の中心市街地における、 人口減少が典型的に進んでおり、夜間人口は約5万8千人で23区で最も少ないが、昼間人口は約15倍の約85万人にまで膨れ上がる。こうした夜間人口の少なさから夜間人口を面積で割って算出される人口密度は2015年、平成27年10月1日現在で他の22区がすべて1万人。 キロメートルを超える中、遠くのみ約5000人、キロメートルと低くなっている。昼間人口で計算すれば、7万人、キロメートルを超える過密状態となる。2005年に夜間人口、居住者は4万1683人であるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内に昼間残留する人口の合計である昼間。 人口は85万3382人で、昼は夜の約20.5倍の人口になる、東京都編集、東京都の昼間人口2005平成20年発行12万121ページ国勢調査では、年齢不詳の者が東京都だけで26万人いる。上のグラフには、年齢不詳の者のを含めているが、昼夜間人口に関しては、 年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に祖語が生じている。千代田区は住居表示実施率が23区で最も低い。面積ベースの比率では新宿区よりも近差で下回り、公居部分の面積を除いて考えると23区で突出して実施率が低い。住居表示未実施の町長名、千代田区では町の町は一部の例外を除き、 すべて、町と読む。例外、大手町、麹町、神田商船町、神田塚佐町,町。麹町地域は、江戸開府以来から、東京山手の町として、賑わいを見せている。皇居を中心に、高級住宅地としての色とオフィス街を呼び、観光町街としての色が濃い地域である。麹町が正式な漢字表記であり、プレートや紙媒体などの印刷物、 画像データなどの印字には、工事町という表記が多く見受けられる。しかし、工事は、機種依存文字に当たるため、本記事も含め、電子データ上では、簡易慣用事体である、工事が使用される。神田地域は、中央区、日本橋や京橋とともに、東京下町の一部として、江戸海府以来の中心的商業地として、賑わいを見せている。 現在の千代田区の町名で、旧神田区の区域にある町は、神田町、神田と称している、住居表示実施地区を除く。これは、戦後、旧麹島地区と旧神田区が合併する際に、神田の町名が消える子を避けるために、旧神田の町名に、神田を冠したことによる。名称の経緯が似ている例として、日本橋地域が挙げられる。千代田区は、日本の中枢であり、 多くの政府機関が密集している。過去には日本テレビ放送も日程での本社が二番町にあったが2003年、平成15年に港区東新橋、塩止め潮サイトに移転した。現在旧社屋は工事町スタジオとして使用されている。朝日新聞東京本社、日刊スポーツ新聞社、いずれも中央区、放置新聞社、スポーツ放置、港区、 スポーツ日本新聞社、東京スポーツ新聞社、いずれも江東区を除く、全国市、地方市、スーツ紙の本社が、千代田区に所在している。なお、朝日新聞は、千代田区内に、東京総局を置いている。出版社は、東京に集中して存在しており、大手から、専門出版社まで、東北北部及び、文京区に、数多く存在する。千代田区は、 東京運輸支局本庁舎の管轄エリアで品川ナンバーを交付される。指定地区外も公共の場所での歩き、タバコをしないように努める義務がある。また、ゴミのポイ捨てに対しても禁止する規定がある。今まで、長田町、霞ヶ関、内幸町はこの条例の適用除外地域であったが、2010年、平成22年4月1日から、公居、公居外縁。 日比谷公園や中小の公園を除く千代田区全域の行動場で路上喫煙が禁止れている。また、このほか政令指定都市の大阪市などの自治体でも、いわゆる路上喫煙禁止条例を制定、施行しているところもある。現在、千代田区内で東京都災害拠点病院に指定されている病院は、日本大学病院と三井記念病院の2か所である。 現在、千代田区内の救急国事医療機関は3カ所ある。高速道路放射道路、時計回りに表記環状道路、公共側からの表記。以下は、東区内を通過する路線と所在する駅を、各路線別に記述している。東海旅客鉄道、JR 東海、東日本旅客鉄道、JR 東日本ノーウィッキー、ノーウィッキー東京地下鉄、東京メトロノーウィッキー、 ノーウィッキー東京都交通局ノーウィッキー、ノーウィッキー、首都圏新都市鉄道、つくばエクスプレスは、本店所在金融機関。区民一人当たりの区民図書館増書数は、区民一人当たり5.6冊で23区のトップである。23区の平均は、区民一人当たり3.4冊である。2012年、現在。上記の大学と同じ敷地にあるものを除く。 秋葉原が舞台の作品は、秋葉原を題材、舞台とした作品を参照のこと。旧麹島地区、旧神楽の著名な出身者については、麹島地区、神楽を参照。を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。